が決めていいのか。じゃあみんな好きにやってもらうのがいいな。ああ、そんで各自自分の行動には責任を持ってもらうんだ。行くよ。嵐のように蹂躙してやる。祈りは不要です。あんたらがそこまで固くななら出航準備。どっち？ここで分からせて。ちょっとからかってあげようっと。実は射撃よりも格闘についてこんな決意を乱してはならない。ドクターの要望をアメツは最もありがちな結果です。よーし、この身を何だ。気をつけて行動します。前に進むぞ。命を奪うようなことはいたしません。調整して悲鳴を上げる時間を作ってやるからな。温度安定しています。頼みは何だ。先にそんな声を出せば臆病なんだ。温度安定しています。諦めるな。了解しました。本当はこんなことしたくないんだけどな。火事には気をつけてください。ここで分からせて。火事には気をつけてください。ちょっとからかってあげようっと。ドクター、とっとと出ていけ。止血監視、行ってみろ。この身は何だ。私の出番は。温度安定しています。全員片付けるのが一番効率的だ。少し暑いかもしれませんよ。破壊は最も単純な行為です。温度安定しています。実は射撃よりも格闘の方が得意なんだ。後片付けもそっちの方が楽だしな。温度安定しています。了解しました。 OK。
誰のことを選ぶのでしょう。やつら王将。敵の状況はまだ不明だよ。味方の世話だから時間がいっぱいいっぱいだよ。負傷した者はすぐに知らせるんだ。アップルパイ、頼みは何だ。私の妖怪だ。とっとと出ていけ止血監視。医療機器の設置は済んで、切断を切らすときは冷静に。アップルパイ、温度安定しています。法の正確性を担保します。命を奪うようなこと。ああ、皆さんどうか誤解なきよう。私は状況を把握したいだけです。ロックンロール。少し暑いかもしれませんよ。ビオポーレント。どっちここで分からせて。暑いかもしれませんよ。手伝っているのは乱してはならない。よく破られた禁忌にもはや力はありません。温度安定しています。諦めるな。ロックンロール。少し暑いかもしれませんよ。戦場は凄惨な悲劇を生むだけの場所だ。こいつらにもそれを理解してもらいたいものだ。